こんにちは、増田慎吾です。大坪勝久です。僕たちは大学を卒業した2007年から増田慎吾と大坪勝久2人で設計事務所をやって今に至っています。で、2007年卒業した当時ですね、もちろん仕事なんかはないわけですか、ないわけですから、僕の家に、行きまして、親に何かやることはないか、家は足りてるかとか、なんかそんなことを聞きながら、いや家は足りてるだろうって、言い返されて、なんかないかなと探している中で、戦後からずっと立っているブロック塀が敷地内にあって、ちょうどそれが北側の道路と接道、している、10メートルぐらいの塀なんですけど、それはもうボロボロだから直してくれということで、初めはもうね、もう大坪も言ってたよね、もう塀かっていう感じで、でもやるしかないよなと思いながら、やっていくんですけど、ちょうどやっぱり塀っていうのは立ってる場所がもう多分面白くて、それはこう家だったり庭だったりご近所だったり、道だったり、そういうこういろんな場所のちょうど狭間に立っているものなので、それがどういうあり方をしているかっていうだけで、実はその周辺の場所自体の性格も変えうる、そんなことに気づきながら、設計を最後までしていきました。分かりやすくやっぱりその住宅の、1階レベルのあり方とか、やっぱり近所のこう視線とか、あとは庭の植生なんかも、1枚の塀が風通し良くなるだけで奥のこう中庭まで植生が生き生きとしたりして、こんなにも変わるのかっていうことを、気づいた、そういうプロジェクトになりました。でそこでやっぱり思ったのは、分かりやすく何か建物を作るっていう道もなんかあったのかもしれないですけど、でもそこでむしろこう環境を変えうる構造物とか環境を変えうる設計物っていうものがあるんだっていう、それは面白いなと思って、大きな気づきをくれた初めての仕事でした。でちょうどその塀が終わってから、いくつか小さな仕事とか展覧会とかやった後に、その展覧会を見て、実はここの九重の窓の仕事が、来ました。それが2012年とかですね。この、建物は、RC2 階建てで、もともとはアパートでした。で、ここのオーナーはその父親からここを相続して、で、どうしようかなって悩んでる時に、彼がやってる事業であるロケーションスタジオの、レンタル、こうファッション誌とかの、スタジオだったり、あとは PV の撮影だったり、あとはこういった今やってるインタビューのようなスペースとして貸すとかっていう、そういうこう場所を貸す、事業をやっていまして、だったらここをもうそれにしてしまおう、でさらにここがそのオーナーの実家だったわけなので、で奥さんもこの辺の人なので、子供たちもよくこの辺には来るから、じゃあここを週末住宅として使いながら、平日はそうやって場所として貸していくっていう、新しいなんかビジネスの一つのモデルとして試してみようということで依頼が来たというような経緯があります。で、ただロケーションスタジオやってる方なので、打ち合わせにね、初めに行った時にはもう本とコピー用紙がもういっぱい、写真のコピーが並んでて、もうこういうのがいい、こういうのがいいっていう、もうイメージはもうたくさんありました。で、それは打ち合わせを重ねるごとに、もちろんこうシンプルにこうまとまっていって、前初めはもう散漫だったところが、ある方向にまとまっていくんですけど、
でもそうすると僕たちがじゃあ求められているのは、何を設計することなのかなっていうのはすごく疑問に思いました。結局はまあここに開いてる窓っていうのがあって、でその先には庭があります。でやっぱその庭がどう変わるかっていうことが、一つ解決されていかないと、結局インテリアも、底上げ的には良くならないだろうということで、その建物と庭の間にある窓はすごく重要になってくるだろうということで、窓の設計にフォーカスし始めます。で、この建物のと敷地の特徴的な関係としては、通常の他の多分住宅地もそうですけど、北側に建物を寄せて、余った南側の空地を庭とするこう形式があると思うんですけども、ここも分かりやすくそうなっています。ただそのじゃあ庭の向こうに建ってる、家があるわけで、でそれも北側に寄せられているので、もう冬場はもう一日中暗いです。でそうするとどうしてももうやぶのようなこう草むらができて雑草が生えて、どんよりしたこう空地が住宅街の中にこうボコボコできていくんですけど、それは何か考えないといけないだろうっていうことで、その窓のガラス面を介してこう反射をさせて、その影を打ち消すように、この庭を通年通して明るくできるんじゃないかということを思い始めて、それでこの、高さが9メートルで間口が建物の目いっぱいなんで14メートルぐらいの、建物より大きい窓を設計することにしました。これも塀の時から続いていることに、散々こうエスキースをしている中で行き着いてるんですけども、やっぱりその空間自体の何かこう設計というかは、空間をもう少しこう価値づけるための、底上げするための何かこう環境を変えるものを設計したい。で、多分それには価値があるということを思って、それで、これを提案した記憶があります。で、実はこれはギャラリーマの昨年、展示、させていただいた中で、実は塀は展示してなくて、この窓からスタートしてます。作品集もそうです。それはやっぱりその塀で気づかされた、親にやれって言われて気づかされたことと、やっぱりこう自分たちがこれはやる必要がある、これは多分設計する価値があるということを初めて、提案したプロジェクトだったので、そこからなんじゃないかということで、展覧会も作品集もここからスタートにしています。で、この躯体の窓が完成したのが2014年なんですけれども、アルカシアっていうそのアジア建築家協会の方からデザインリサーチの仕事の依頼が2015年にありました。自国の、建築士と今自分がやっている建築というものを、なんかつなげてみて、でそれを発表してくださいっていう、そういうこうかなり、クリエイティブなリサーチというか、半分ね自分で解釈を勝手に、作っちゃうようなところもあって、面白かったんですけど、その依頼を受けたんですね。でその時に、当然日本建築史っていうものを、一度見直したんですけれども、やっぱそのどうしても構造体として建物がやっぱメインでやっぱ語られていて、でそれがほぼほぼ仏教が入ってきた後のやっぱり形式が多くて、本当に設計で環境を変えるっていう、じゃあそういう、こう構造物があるかっていうと、なかなかなくて、
でも行き着くのは伊勢神宮でした。で、伊勢神宮の方を何冊か見ているうちに、井上章一さんの「伊勢神宮と日本美」っていう、本がありまして、その中にほんの一文だけ鍵括弧で、伊藤忠太さんがおっしゃった一言が、引用されていて、でそこには、もともとの神社には社がなかったっていうことが一言、記述されてます。でそこにハッとして、どういうことかって。でも僕らがなんとなく違和感を持っている社はないぞってことで、調べてみたり、こう行くと、日本がまだその自然崇拝のをしていた時代には、やっぱりその岩倉新教っていう、そう岩とか木とか、そういう、自然物をこう信仰の対象とする宗教が、こう一般的で、でその岩倉はこれは面白いんじゃないかと思って、岩倉について調べたり、あとは実際伺ってみたりして、図面にしてみたりっていうことをしてみました。僕らが調査した岩倉は三重県にの熊野にある赤倉神社という神社なんですけども、熊野ってすごいその岩倉のこう神聖なそのメッカというか、メッカと言い方がいいのかわからないですけど、たくさん岩倉がある場所で、でその中で鬱蒼としたその木々の中にポツンとその巨大なこう丸みを帯びた岩が祀られているところがその赤倉神社っていうところなんですけど、で、赤倉、その赤っていう字が、漢字は違うんですけど、赤い意味を持っていて、そこの場所の岩の特徴がすごいその鉄分を含んでいて、なので濡れたり酸化するとその赤くなっていくっていうような、すごいその赤黒いこう岩がこう森の中でゴロってこうしているって、そういう少しなんか異様さを持ったこう岩がこうあるんですけども、まずそこの異様さにこう圧倒されながら。で1日2日こう通して、朝から晩まで、調査、そこの岩倉の間をぐるぐる回りながら実測をしたりだとか、その周りの、植物とかをこう測ったりとか、本数だったりとか調べたりとか、図面を起こしてたり、こうそういったな作業をしながら、過ごしてたんですけど、そうするとその単にこう。その大きさだったりとか形状だけではなくて、その岩がもたらしている環境の変化であったりとか、植生の、変化っていうことがこう、見えてきて、例えばその岩にもこうやっぱこう長年そこにこう岩がこう鎮座していると、そこの上に薄くこう土がこう堆積して、それを土を頼りに細々とした木がこう育ってたりだとか、で岩肌はすごいゴツゴツしているので、そこにもこう、その土とかがこう細かく堆積されて、で、一定の条件で、日が差さないような湿気の高いところには苔がすごい蒸してたりだとか、何かその山全体の中でそういった一つの何かこうギュッとした、塊が、人のなんかその身体に近いような、そういったなんか変化を起こして、こう自然とこう人がそこにこう引き寄せられるというか、そういう変化っていうものがあって、それを目印だったりとか休憩所として、最初は使っていくんだろうなって、なって、そこから徐々にこう人が増えていったりだとかして、それを祭り始めて、そで最後になんかこう社がこう立つっていうか、そこにもこうすごい小さな祠のような社が後からこう据え付けられる、置いてあるんですけど、何かこうちゃんと
その人がそこにいる根拠があるような場所が作られてから、その場所の構造があってから、その社、まあ、空間がそこに置かれるっていうような、なんかそういった、自然の流れというのがなんかとてもこう心地よくて、なんか不自然ではないというか、逆にこう都心でこう設計活動してるんですけど、その見渡すとすごいなんかその建物、それは使われているのか使われてないのか問わず建物が建っている中で、空間はいっぱいできている。ただじゃあ本当にそれを、その空間がこうなんか成り立つため の、 その場所がそもそもちゃんと作られているのか、だからそういった疑問がこう起こるようなこうことを思うんですね。なのですごいその岩倉のそのあり方というか、それがまあ現代のその課題だったり問題っていうのを何か示唆しているような感じもしていて、僕らのその建築の考え方だったり姿勢っていうものに対してすごい影響を与えてくれたリサーチでした。そういったまあ、空間はあるけど、場所がないっていう問題にすごい直面したプロジェクトが、はじめの屋根というプロジェクトでした。都内のその閑静な住宅街に、立つ、まあ、住居に、2人の夫婦が、まあ、住むための住居の改修なんですけども、敷地は、まあ、旗沢の敷地で、まあ、道路から細いこう道、路地を通っていくと、その大きな、広いこう敷地に出て、でそこの敷地の、ちょうど、まあ、田の字にこう分割したその4分の1ぐらいに2階建ての母屋が建って、その蓮向かいに、離れが建っているっていうような状況なんですけども、まあ、2人で住むにはまあ全然こう十分というか、さらにその残っているところはこう庭として、使えるっていうこともあるので、まあ、何不自由はないんじゃないかなっていうところなんですけど、ただ先ほど言ったように、まあ、空間はあるんですけど、なんかそれを使いたいなと思わせるような場がない。でそれも、まあ、施主もやっぱその感じ取って何かしらこうしたいんだよねってお話はされてて、ただまあ何が原因でだとかどうしたらいいのかっていうのは分かんなくて、そういったところで僕らに相談が来て、で僕らもその敷地に訪れてこう行ってみると、まあ大きく何か問題というか、を感じたことがこう2点あって、まあ1点は、まあ敷地のに立つその建物の立ち方の構造がまず大きくこう敷地があって、そこに南側に庭を通るように、広く庭を通るように北側にこう家が建って、でそのあと手詰まりになって、生活でそのおそらくは手詰まりになって、離れをその南側の庭に干渉しないようなところで蓮向かいにこう離れを建ててっていうような、こう最初広かった敷地をこうどんどんこう分割してって、なんか細分化していくっていうようなその作られ方、その生活でその敷地がこう細切れてしまったっていうところ、でもう一つが、まあ、母屋の、ひさしが、まあ、すごい一般的なひさしなんですけど、だいたい1メートルぐらいのひさしがこうあって、でまあ、でもそのひさしっていうのは、まあ、大概はその部屋の中のためのひさしで、こう一歩こう窓の外から出てしまうと、例えば夏の日であればもう日差しが強くて、まあ、すごい外に出たくないだとか、あとはまあその外に出るための、まあ、サンダルだったり、まあ、そういうものをまあ置いとくと、やっぱそういう紫外線だったりだとか、雨だったりとかすぐ汚れて、まあ、もうそれでまた外に出る気も起こらないとか、まあ、何かこう建物一個一個に対して、まあ、完結してる、
だから本当その空間がもう孤立してるだけで、まあ、その場所に全然還元していないというか、まあ、そこでその場所その場を取り戻すために、何かできないかって考えたら、そこの母屋と離れのちょうど間に、敷地の端から端まで渡る、まあ、17メートルほどの、大きな屋根っていうのを、かけることにしました。でそれが高さだいたい5メートルぐらいで2階建ての窓のちょうど、上部ら辺で、目線がこう、まあ、屋根よりは下に来るっていうようなそのぐらいの高さ でその高さっていうものをがあるとあのちょうどあの例えば夏ですとその1階の日差しは、外までこうちゃんと日陰を落としてくれてで冬はちゃんと2階にも1階にも光を中にもこう邪魔しないようにこう、まあ、日差しが入ってくるとちょっと外出てもその屋根がかかっているのでそのサンダルとか置いてても、特に問題にならないだとかなんかその場所を一個こう大きくこう取り持つ屋根が、まあ、そこの最初にあったこう敷地の大きなサイズ感っていうものを、まあ、何か取り戻してくれてそれが、結局 あたかも、初めに立ってたかのような屋根として、このその先ほど言ったその空間ではなくその場所っていうものに対して立っているそれで初めの屋根っていうようなプロジェクトを、でした。あと、まあ、この初めの屋根に続いてもう少しで竣工するグッドオフィス品川というあのオフィスビルの改修の相談から始まった仕事があります。で、まあ、先ほどは、まあ、住宅のにおける何かその空間とこう場所の在り方について考えていてで、まあさっきの話ともつながるんですけど、まあ、やっぱりその住宅が、そのもともと建ってる住宅が本当に素晴らしくて、でも別にそれは誰か建築家が作ったとかそういうものでもなくあの工業、住宅っていうかその製品住宅で、1974年に建った住宅で本当に素朴だけれども、柱のスパンは1200ぐらいできててもうなんか広々と伸びやかな住宅で、まあ、素晴らしいなっていうこうあり方をしている、まあ、そんな住宅と出会ってで、まあ、まあ場所これをどう場所にもう一回戻すかっていう、まあ、そういうことをやったんですけどこの品川のプロジェクトも、まあ似たようなところがあってもともとは、そのこの仕事を受けたそのグッド、オフィスを運営しているグッドルームさんっていうところが、不動産業をやっていてでそこは、ただ不動産の仲介をやっているだけではなくて一括で例えば管理してでリノベーションも自社でしちゃってそれをまあ付加価値としてもう一回こう市場に戻してこうやっていくというようなそういうあの事業をやっている会社です。で、まあそこがこの品川の旧東海道の商店街沿いのもともとリハビリテーション専用の病院だった10階建てのビルをまあ新しくこうオフィスとして運用していくっていうことで我々に相談が来ました。でそのビルはその商店街からあの結構引いてもともと駐車場でやっぱ使ってたようなこう引きがあってでその街区のどちらかというと真ん中ら辺にこう10階のビルが建ってるんですけども周りの商店街のこう1階が商店で2階が住居みたいな低層と比べてまあ一つだけ
まあ抜きん出て高いみたいな、そういうビルで、で、まあ、4階から10階なんかはもう海も富士山も見えるから、まあ、僕たちが何かをするっていうことはないんじゃないかなっていうことで、グッドルームの方がしっかりと設計をして、内装を整えていきました。で、もうどちらかというと問題はやっぱその引きがあって、まあ、周りが外区の中心に立ってるから、まあ、周りがもう建物で密集してる、その1階のこう暗さとか、2階から4階ぐらいまでの、まあ、窓先の景色の在り方とか、まあ、そういうことが問題になってくるんじゃないかということで、まあ、主にその空地の在り方っていうのを考えていくと、まあ、設計する価値があるかなということを思い提案していきます。で、その中で、まあ、だいたい 4.5 メートルぐらいの柱を、ちょっと大きめのこう柱を7本ぐらい立ててるんですけど、でそれがちょうどこう商店街とのなんかこう境界になるような、こう働きをしながら、まあ、ちょっとした広場としても機能していきます。でその柱は実は中空になっていて、まあ、上部に重りとして、まあ、土を、入れて、でその上に植栽が、されているので、周りの住居にとっても、まあ、窓先の景色になるような、まあ、そういう構えをしてみています。だからその1階の、暗さをあまり空地で、ビカビカに日が照ってるようなこう明るさとのコントラストを生まないように、逆にこう影を作って、でこう2階を、まあ、その構えとするような、そういう建物のあり方をにこう構成し直すと、まあ、こうみんなにとって、いい場所になっていくんじゃないかということで、やってみています。でこれもその元々 その空間があった上で、やっぱそこをどう場所化するかっていう、テーマに沿ってやっているなという感覚があります。で、まあ、最後にちょっとこう今やってるプロジェクトについて少しお話しできればと思います。で何を設計するべきかっていう、何かこう前提から一緒に考えていくようなプロジェクト、まあ、もしくは僕たちがこうそういうふうにしちゃってるのかも分かんないですけど、でも何かもう一回何を設計するべきかっていうことを、まあ、分かりやすい枠にこうとどまらずに、まあ、こう設計すべきことは何かっていうのを何かこう議論して作っていくような仕事が増えていて、まあ、その中で、東東ギャラリー今の展覧会でも展示していたつなぎの小屋っていう、植木屋さんの中にある小さな小屋なんですけれども、その、オーナーであるフリアプランツさんっていうところが、まあ、畑自体をどうにかしたいっていう相談がありまして、でこう、まあ、畑について考えるっていう、まあ、そういう仕事が始まりました。まあ、必要なものっていうのが、まあ、全然もういわゆる建築って言われる呼べるようなものはもうほとんどなくて、もう簡単な話、柵とか、あとトラック道とか、あとは、給水設備が、戦後に作られて老朽化してるから、もうそれを一回こう自立させるために、敷地内で自立させるために貯水塔を作らなきゃいけないとか、まあ、農機具小屋が必要になってくるとか、切実に必要な仕事場のための、場作り、みたいなものが、まあ、求められて、でも植木屋さんでなの で最近はやっぱり個人のお客さんだったり、まあ、あとはまあ業者さんでもやっぱりこう訪れる人がいるので、それがどういった形で、まとまって見えていくかっていう、まあ、そういうこともこう意識
としてはしなければいけなくなってきているという状況にあって、まあ、それで全体計画の相談が始まったという感じです。ただまあその全体計画って言っても一気に畑を変えるなんていうのは無理な話で、植木もすでにあるし、まあ日々仕事はこう皆さんされているので、3年間っていうスパンをまあ一旦設けて、まあ、徐々に作っていくっていうことを、まあこう話し合いで決めていきました。ただまあ徐々に作っていくっていうのも、まあ、ただ徐々に作っていったら場当たり的にものができてきて、まあ、バラバラとした場ができていくだけになってしまうので、まあ、毎月マスタープランをまあ出していくっていう、決まりを作って、毎月のヒアリングで、まあ、もうちょっと細かくその季節ごとの例えば仕事の仕方とか水をの量、使う水の量とか、まあ、なんかそういうこともなんかこう徐々にインプットしながらマスタープランをただこうひたすらまあ一旦作っていくっていう毎月のタスクを設けました。であとはじゃあ今この次の決算期までにじゃあトラック道作ろうとか小屋まで作ろうとか、なんかそういうこう話をあるタイミングでして、まあ、作っていって、まさに今こうトラック道を作ったっていうまあ、状況なんですけど、まあ、もうちょっとできるのか。でいざトラック道の設計をしてくださいっていう、こう一つに絞られて仕事がスタートすると、ただの道でいいのかっていう話がやっぱりどうしても議論に上がってきて、全くこう違う、こう振る舞いをするようなトラック道になっていきました。で畑全体の場所に対するあり方も変えていくようなやっぱりトラック道になっていったっていうか、まあ、あとはまた設計で そこまでやっぱりしたいっていう、まあ、そういう思いもあってこうまあ、やってったんですけど、やってるんですけど、まあ、そうするとこう一個一個がこうちゃんと設計できて、なおかつマスタープランもまあ時間軸を通してまあ全体ができていく。でさらにはまあ作っては反省して、次の一手でその反省したことをまあ取り戻せる。さらにはこっちを先に作ったけど、こう作れば実はこっちが先にできてこっちが後にできたんだっていう、そういうこう時間軸を逆転させるような、もうちょっと複雑な場のあり方についての考察もできる、まあ、そういうことも考えていくと、なんかこう非常に何だろうな、都市的なものの作り方っていうか、ある部分いい加減なんですけどある部分では非常に綿密に作れるっていう、面白い状況が生まれて、これは何か今までのその場所の作り方とはちょっと違う、考え方ができてて、非常に勉強になってます。でこれは多分もっと大きいスケールになっていった時に、こういう考えが応用できていった時にこう生まれる像っていうか構想みたいなものは、まあ、どこかでやりたいなっていう思いは、まあ、強くありますね。まあ、そうやってこう考えていくと、まあ、都市を体験していたり、街を体験していたりそのする分の大部分は結構外部が多くて、で、まあ、別にコロナ禍だからっていうことではないですけど、やっぱりその外に対するこう価値基準みたいなものは明確に多分できてきてるか気づき始めてるだろうし、あとは僕たちは家と例えばこう街の間にあるその外交っていうものがどうあるかで、やっぱり生活は全然変わるだろうなっていうこともあって、なんかやっぱりこうさっきの場所とか外交とかそういう外を作るための論理というものが、多分とても興味があるということは多分変わらずあるのかなと思ってます。まあ、そこに何かこうもう少し、
なんかこうランドスケープでもないしお庭でもない、そのもうちょっと建築的な何かこうストラクチャーとしての、場所とか、外交っていう論理がもう、まあ、できていったら多分こう生活はどんどん豊かになるんだろうなということを、まあ、想像しながら今いろいろ設計はしてみています。で今回のその九州の、巡回展であってもやっぱり そのこうかけらのようなそのスタートのようなものが、非常に身近な住宅とかちっちゃい店舗とかそういうもので、感じられる、些細な疑問みたいなものを、ものとして設計してみているんで、ぜひそれはこう注意深くちょっと見ていただきたいなと思います。こういう今やっぱ、コロナっていう状況下で、まあ、外に対するなんか考え方とかやっぱそれにこう伴ってこう家に対しての考え方とか、なんかそういうものがこう、まあ、僕の生活もそうですけど、まあ、徐々になんか変わってってる、まあ、外とじゃあそれに伴ってその中の設計ってどういう風になっていったらいいのか、その場所をこうどう作っていくべきなのかとかっていうところが、まあ、よりなんか問われてっているところが、まあ、あると思って、まあ、今回その九州で、展覧会をさせていただくってことになって、その東京であのギャラまで展覧会をさせていただいた時の、まあ、途中から、まあ、やっぱコロナであの半分ぐらいこう期間がこう短くなってしまったんですけど、そういった経緯もあってもう一回こう僕らもやっぱそこで今回の九州の展覧会で振り返って、できるっていうことが、なんかまたその場所に対してのなんか考え方とかっていうのをまた振り返って考える機会にもなって、で、まあ、展示の仕方もすごいやっぱ東京のそのギャラマの方はギャラマの方で、九州は九州の方で、でここでそれぞれ、僕らなりのそのちゃんと解釈したその、まあ、会場構成を考えましたので、何かしらこう持ち帰ってこうくれたらいいなっていう思いで作りましたので、ぜひお越しになってご鑑賞ください。